日が来ました。待ってた。え、おめでとう。ありがとう寝起きではい、今日はね、まあ、お外には行けないんですけど、お家の中でね、楽しく、はい、美味しいものをいっぱい食べて、はい、過ごしたいと思います。はい、はい、髪やばくない？やばい。その今日やばくない？ちょっと落ち着いてる。今日今日落ち着いてる。いつもね、やばい時はね、すごいの。ちょっと部屋暗くてすみません、ね、今ね、起こしたばっかりなので今日誕生日です、私の。ねえ、何歳になったんですか？11歳になりました。おー、もう天才とは言えなくなっちゃったんで。そうだね。11歳ってなんて言うんですか？教えてください。ワンワン、ワンワン歳。なんか嫌だなんか嫌だ。何ワンワン歳って犬やん。ワンワン、いいじゃん、シロコロみたいな。いやだ、シロコロみたいで可愛くない？可愛くない。可愛くないか。じゃあなんていうの？いいんじゃない？じゃあ12歳で。じゃあ8歳は野菜でしょ、9歳は臭いでしょ、10歳が天才だよ。何ワンワンって言って。じゃあなんて言えばいいの？だからそれをみんなにね、みんなに聞きたい。あ、みんなに聞きたいのね。コメント書けないんだっけ？そう、 YouTube はコメント書けないんですよね。あ、そう、残念。残念。はい、じゃあお風呂に入るんだよね。あ、朝、今日は朝風呂ですね。朝、はい、きれいにしてから、はい、じゃあお風呂に入りましょう。はい、はい、というわけでね、お風呂入ってきて髪をちょっとねセットしてみました。はい、今日はリボンですか？今日はリボンです。誕生日らしくね、リボンをつけました。はい、はい、で、メイクはまだなんかしないそうですね。メイクはしません。はい、あ、今日はするんですけど、今はちょっとまだ朝だからね、はい、ウームさんの方から、はい、所属しているね、事務所の方から誕生日プレゼントが届いたので、ありがとうございます。ね、ちょっと開封してみようかと思います。はい、こんな感じです。じゃん、じゃじゃん、かわいいピンクの、いい、ね、はい、で、これはね、ちょっと開封動画はまた別になりますので。あ、別になるんですか？はい、開封した動画は別の動画をご覧ください。はい、はいはい、いちご飴リベンジですね。作ってます。はい、いちごね、買ってあったので。あ、出ちゃった。はい、じゃあ出来上がりを楽しみにしてください。はい、うまくできるでしょうか？ねえ、どうだろう。おつけると、うん、一回でいいのかな。でもこれでも、うん、今どうかな。まあとりあえずめっちゃ色ついちゃったね。やばいね、今回色ついちゃったね。やりすぎ。でも前回とも変わんないよね。うん、前回と変わんない。超真っ黒になっちゃったね。なんでだ、火が強かった、うん、かな、わかんないけど一応中火だったんだけど。ちょっとじゃあ氷水をね試してみたいと思います。いいってね、なんかコメントに書いてあって。はい、全部ね、はい、やりました。水をくぐらせてね、氷水に、はい、ちょっと食べてみて。どう？いただきます。うん、どう？なんか歯に全くくっつかない感じでしょ、うん、成功ですね、これは。やっと成功しました。前はね、もう本当に歯にべちょってくっついちゃって、やっぱ食べられなかったよね。うん、今回は本当全くくっつかずパリパリ言いますね。言います。いい感じ、美味しい。美味しい。程よい甘さで。うんうん、いい感じで成功です。成功です。やったね。やったね。じゃあお誕生日おめでとうしなくちゃ。はい、
ピーバースデートゥー。それケーキじゃない？ケーキの時にそれ歌おうか。乾杯しよう。じゃあリミちゃんとしほちゃん乾杯しよう。今飲んじゃったんだけど、うん、はい、行くよ。乾杯。おめでとう、しほちゃん誕生日。今の時代思ったんだけどさ、今の時代 KP って言うべきだった？ KP？ うん、乾杯。あ、今の時代 KP で迎えろ、ね、KP ってやるの？電気ついてんのよ、暗い。今の時代 KP だから迎える。そうなの、乾杯を KP って言うの。じゃあしほちゃん今日はお誕生日おめでとうございます。 KP いい意味KP だよ、リミの KP。 恥ずかしいね。パパも KP。 KP キャビロキャビロ。今日はね、ピザとこの後お寿司も来ます。はい、まあ、昼も夜も今日はピザとお寿司です。はい、さっきじいじとばあばがね、ケーキ届けてくれたので、ケーキも後で食べたいと思います。はい、はい、じゃあまずピザ食べちゃいましょう、お腹空いたので。いいですか？はい、いただきます。どうぞ召し上がってください、好きなもの。伸びない？伸びない？味濃さそうだね。照り焼きだね、これ。うん、照り焼きチキン頼みましたね。うん、しほちゃんのリクエストで今日はケンタッキーとピザとお寿司全部食べたいって言われてで、朝パパがケンタッキー買いに行ったんだけど、近くのケンタッキーやってなかったんでしょ？うん、イオンだね。あ、イオンが食料品以外閉まってるってことか、うん、なので買えませんでした。はい、はい、なので今日はねピザとお寿司と、しおちゃんのリクエストしたキュウリ、なぜかキュウリが大好きでね見てください、こうキュウリ山盛りを味噌で食べるのがマイブームなんでね。であと今日ね、いちご飴も作ってバッチリ成功したので、はい、これも食べます。今日キュウリ12本買ってきてもらいました。キュウリ10本以上買ってきてって言われたわね。言ったわね。はい、じゃあゆっくり食べたいと思います。バイバイ。はい、ということでお寿司来ました。じゃーん、お寿司来ました。おいしそう。食べるのか。もうピザとお寿司のフルコースでございます。ケンタッキーはなかったんですけどね。はい、でもしほちゃんさっきからキュウリしか食べておりません。おいしいじゃん、キュウリ。そうね、いいことですね。はい、じゃあお寿司もいただきたいと思います。ね、こっちは味ついてるの？うん、ということでね、今からね軽くメイクをしたいと思います。生放送あるんでちょっと軽くしたいと思います。でね、さっきさやちゃんからねおめでとうLINE来ました。誕生日、ありがとうございますって感じね、かわいいです。ありがとうございます。ということで今からその返信をしたいと思います。
はい、完成。完成しました。あ、今から TikTok を撮りたいと思います。練習できてた。寄り目できてた。ここ寄り目なの？そう、寄り目なの。ここできるまま、こうやってね。やってね、こうできない。ママできないよ。あ、やっちゃった、やっちゃった。顔若いよ。若い？恥ずかしかった。だってめっちゃ恥ずかしいでくんだよ。ごめん、いつも一人で撮ってるからね。そうだね。だから見られてると恥ずかしいよね。あ、そうだね。ママのせいだから、ね。めっちゃ顔若くなっちゃった、しおちゃん。恥ずかしかった。見てこら。ん？こら。コロ、お腹ばっかんだね。カロン。カロン。何って感じだね。耳のコアがアップだった。眠いね。眠い。あ、眠いね。でもあと3分だ。うん、実感湧かないです、ぶっちゃけ。え、もう11歳？リミ？リミ？今日誕生日だから。11歳です。もう11歳になっちゃったんだよね。そうなんですよ。かわいいね。かわいいね。かわいいね。よし、じゃあ今テレビにコメントが見れるようになったので。ほんとだ。お、すごい見えるね。いちごかびました。え、いちごかびました。かびちゃった。かびちゃった。あ、いちご飴作る。いちご飴美味しいよね。うん、美味しい。もなかちゃんに電話して。こんな感じでテレビでね、います。夢が主役に。はい、ですね、今日は生配信をもう1時間半ぐらいやってしまったので、うん、今からご飯なんですけど、あの今日はね、ケーキも食べたし、あのお腹もね、そこそこ空いてないんですけど、お昼の残りを食べます。今日はピザとお寿司ですね。はい、はい、はい、ん、しーちゃんこの色じゃないの。私食べちゃった。はい、じゃ食べましょう。いただきます。いただきます。はい、生放送の時に2時間半やったね、今日。2時間半やった？4時からやってた。あ、そっかそっか、その配信回せたらもうすごい時間やってたね。いただきます。はい、その中で夜ご飯を食べてるところを見たいっていう方がいらっしゃったので、うんうん、ちょっとだけね、ご飯食べてるところを、はい、撮りたいと思います。といっても残り物です、今日は。っていうか、うん、お昼のね、うん、美味しいよ。わさびもっと。わさび、はい、どうぞ。ありがとう。はい、美味しい。うん、ゆみちゃん、お寿司からいきますか。はい、拾んだめよ。いいよ。あー、これ丸がりんかか。
かよ。歩けるか。うん。おいしい。まあ、北の方が美味しいかもしれない。残り物だし。両方ね、残り物なんだけどね。うん。それでちょっとね、硬くなってきちゃった。お寿司？うん。本当？うん、結構しみちゃってくる。まあしょうがない、多少はね、うんうん、はい、じゃあこんな感じでね、はい、残りも食べていきたいと思います、うん、はい。はい、ということでごちそうさまでした。はい、ご飯食べ終わりました。はい、ということでね、ひまちゃんから LINE が来ました。お誕生日おめでとうメール、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ返信しましょうね。はい、送るよ、うん、送るよ、うん、オッケー。はい、あとしぼちゃんの21日の日も 1,2,3 あと4時間に迫りました。今8時になりました、もうすぐ。はい、はい、でももうあとはお風呂入ったり寝るだけになりましたね。はい、はい、じゃあもうちょっとね、まったり、はい、今漫画見てた？アニメ見れます。何のアニメ見てますか？盾の勇者のマリア。ああ、今日見てたやつ、午前中。はい、今それにねハマってるそうなので、もうちょっと見たいと思います。はい、火曜日だよ。これがほら、すごいやつ。これも、あの、評判良かった。はい。じゃん。危ない。はい、じゃん。はい、ただいまの時刻、22時49分です。もうすぐ11時ですね。はいはい、あと1時間ちょっとで誕生日終了でございます。でも明日ね、あの7時に一応平日起きてるので、もうね、はい、寝ないと起きれなくなっちゃうからね。はい、そうです。はい、ということで今日1日どうでしたか？まあどこにも外には一歩も出てないんですけど買い物もパパが行ってくれたし。そうですね。はい、まあこういう誕生日もね、また何年後かに、11歳の誕生日って家にずっといたけど、それはそれで楽しかったよねって言えればね、それよりいいかなと。こういう誕生日もね、人生の中でね、何回かあってもいいのかなと。はい、はい、前向きにね、前向きに、はい、考えましょう。はい、というわけで、はい、誕生日のね、一日はこれで終了です。終了でございます。もう明日から誕生日じゃありません。当たり前だけど悲しい。はい、でプレゼントはさっき頼んだので届き次第ですね、はい、皆さんに、はい、しほちゃんはあの何をもらったのか、はい、あの家族っていうかパパとママから、うん、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあおやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。キスといい天気いいよ。Okay. バイバーイ。うわ、すごい。え？すごい、なんか、これがすごいお化けに見える。やだ、怖い。じゃあね、バイバーイ。プレゼントね、また後日になっちゃったんですけど、はい、私に行きたいと思います。はい、いいですか？いいです。じゃ行こう。ちっちゃん部屋にいるから。うん、見てわー、とっちょげきー。あーい、こんにちは。Ha ha 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 ha!
何入って急に笑い出すの。プレゼント何のプレゼント。お誕生日の。その上に乗らないの。お誕生日の、うん、ありがとう。ミミックにシールついてるよ。ありがとう。シール取れてる。本当だ、取れちゃったんだ。ママにいっちゃう。ついてる。なんかこのシールいろいろ取れちゃうね。ミミの送りをママの送りじゃあさ、開封してみようか。こっち側の明るいところで、てあのテーブルの上で開けてみようか。ミミ超パッチョンだ。似合う。似合うよ、その方が。かわいいね、ミミシーちゃん。ミミはこれが十分だと思うよ。うん、これが可愛いと思う。暗いかな、大丈夫かな。 OK。 なんか暗い。しーちゃん、いっか。はい、しーちゃん、しーちゃん、なに、意味開けていい。うん、いいよ。うん、なんかね、いっぱいあるんだって。そう、へえ。ね、そう、いや、開けます。ほら、いつもさ、あのさくらんぼとかで買ってるじゃん、うん、でも今年買いに行けないからね、りみちゃんがいろいろ考えてね、なんか考えたの。そうね、何考えてくれたんだろう。じゃん、何見たんだろう。これはね、マニキュアとタオル。そうなの。アリーちゃんの好きなピンクと黄色をね、チョイスしたんだって。あ、そうなの、ありがとう。うん、うん、ありがとう、すごいシールだったよね。トリミがデコったの。ありがとう。じゃじゃん。リボン取れてる。取れちゃった。本当はここにね、ちょっとリミちゃんリボンちょっと取ってつけた方がいいよ、つけ直した方がいい。リボンがついてたの。そう、リボンついたの。これこの黒いリボンが、この黒いリボン。袋がね、袋が超絶ダサかったからリボンでごまかしたんだよね、リミ。ごまかした。すごいきつくなってる。すごいきつく結んだの、結んだの、結んだの。あ、そう、それでいいね。はい、はい、どうぞ。うん、ありがとう。これは何ですか。あの、うん、知ってる知ってる知ってる、100均のでしょ。あれ、今私持ってたような気がしたんだけど、ありがとう。全く同じの持ってた気がしたんだけど。え、そうなの。うん、ダブったか。ダブったね。リミ、これどこで買ったのかな。でも最近セリアとかでイチゴ色売ってるよね。ひーちゃん、ひーちゃん、次、はい、じゃじゃん、100均の黒。100均の黒って言われてるよ。まあ、これは家にあった黒だから、しょうがない。バレンタインの余った黒だから、ね、それはいいな。じゃそれは開けてもらったらしい、おちゃんが。どうぞ。ありがとう。ひーちゃん、テーブルに。ひーちゃん、次面白いのだから。似合いそうだと思ってね、しーちゃんにね。かわいいでしょ。あれー、はい、どうぞ。うん、なんでもない、ありがとう。次、次、これを、じゃーん。ありがとう。ありがとう。え、このシール笑った。うん、このシールの負けじゃないんだけど。何もらったの、しおちゃん。ミッキーとミニーのスマホケースもらいました。あー、いいじゃん。いいよね、うん、ディズニー今度行ける日が来たら使えるね。うん、使えるね。最後来ました、大鳥。そう、せーの、じゃーん。どう、何もらったの、しおちゃん。しおちゃんもだ。あとね、カナオのね、キーホルダーかな、もらっちゃったな。見せてください。これ多分ね、あのね、剣のやつだわ。剣？うん、
日輪刀だね。そう、日輪刀のね、うん、あのね、うん、持つところのね、うん、ところにね、うん、金輪がね、こうぶら下がってるっていう、うん、ねえ、詳しい、すいませんね、詳しいね、開けてみる、詳しいよね、うん、しーちゃんネットで見つけてたの、いや、そんなこと欲しかったんだ よかったね、じゃあよかった、そうそう、これいろんな種類も入りもあるもんね、なんでそんな詳しいの、ネットで調べてたから、じゃじゃーんじゃじゃーんあれ、なんかあんま嬉しそうじゃない、あ、嬉しい、めっちゃ嬉しいよ、じゃあリビのものにしゅーちゃんなんでそうなる、なんでそうなる、私もじゃあね、これさ、撮んないでね、かわいいから、いや、撮ります、見せてどうなってんの、こうなってて、シールがすごい、耳と鼻と耳についてるっていうシールが、そっか、かわいいでしょ、ほら、ボボちゃんみたいで、バブちゃんみたいね、おしゃぶり、そう、はい、うん、かわいいね、これ一番でしょ、これ一番でしょびっくり、うん、どうした、しおちゃん、うん、なんでもない、嬉しかった、ありがとう、嬉しかったって、よかったね、どれが一番気に入った、どれが気に入ったどれが気に入った、そうだねこれかな、これかな、これだって、わー、金輪、してる、なぜリフィが使ってる、これなかなかいいね、だってひーちゃん欲しくなるよ、これ、いや、もうちゃんでしょ、なんというかどうしたの、笑った、うん、なんでもないよ、ありがとう、じゃあもう動画閉めよっか動画閉めよっか、これいい、うん、よかった、どうですか、わかりますか、何のドッキリか、わかります、もうこれで見た時点でわかりました、あ、それ見た時点でわかった、うん、え、最初は、最初は最初は全然わかんなかった、あ、わかんなかった、やっぱり、うん、これだってね、一見わかんないよね、わかんなかった、これ、うん、これなんか新品だし、あ、あれの、え、じゃあもう一応聞いてみよう、何のドッキリかまだわかってないから、はい、四方のものをプレゼントして渡すみたいな、ラッピングして渡すみたいな、プレゼントとして、はい、ピポンピポン、誕生日にもらったプレゼントが全て自分の私物だったら気づくかどうかでございます、これ見て疑ったの、疑った、うん、うん、だってこれも私が持ってるやつ、そうそう、それもこのシールも私だし、これも私じゃんでさ、なんかこうこうなって疑って、これで分かった確信、しーちゃん、しーちゃん、何、金輪で気づかないの、じゃあもうここで気づいてたの、意味途中でもう気づいてたんだって、金輪に行くまで、でもこれとこれはもう確実にしようなの、ね、これね、多分テレビに飾ってあるの、本当じゃない、炭治郎も隣にない、はい、ここから盗みました、ここ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 ですよね、皆さんでもね、リミちゃんが梱包してる動画上がってると思う、この前に、ないですね、気づかなかった、気づかなかった、もう気づかないもんだね、ずっと漫画読んでた気づかない、あー、そっか、このソファーのテレビの目の前のソファーで漫画読んでたりしてたのに一切気づかなかったってことでね、気づかなかった、やっぱ気づかないもんだね、ね、ということで今年はですね、はい、誕生日プレゼント買いに行けなかったので、はい、
どうしようかなと思ったんですけど、はい、でもネットで買うまではいいかなと思ってでもなんかりみちゃんからプレゼントないのも寂しいかなと思ったので、うん、ママがなんかねあの YouTube でやってる人がいたからそれを参考にさせてもらってあじゃあこれでいこうと思って今回はこんな形のプレゼントにしてみました。えこれ